桜庭ななみです。 CM でおなじみ、そう私は三菱地所ガール。でも実は最近共演中の工藤飛鳥さんを密かにライバル視しています。工藤さん、次のうち三菱地所が関わってる施設はどれでしょう？ 1. グランフロント大阪、 2. ロイヤルパークホテル座京都、 3. 福岡イムズ。ななみちゃん、引っ掛け？答えは全部三菱地所って日本中で街づくりをしているんだよね。分かっちゃったか、さすが工藤さん。悔しい悔しい。どうなる三菱地所ガール。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループです。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。今朝はホームパーティーの取説と題してお届けしていますが、クリスマスパーティーを彩るものといえばプレゼント。今プレゼントの定番おもちゃに進化の波が訪れています。今朝のキーワードは Toys Evolution。 先日クリスマスシーズンを前に、おもちゃメーカーのバンダイが恒例の意識調査結果を発表しました。それによりますと、親から子へのクリスマスプレゼント、今年の平均予算は6512円。こちらの数値は例年に比べそれほど大きな変化はなかったのですが、注目すべきはプレゼントの内容なんです。去年まで13連覇を達成したゲームソフトに代わって、今年初めて1位を獲得したものがチーク玩具なんですね。頭を働かせるおもちゃに人気が集まっているんですが、そこにも進化の波が押し寄せているようです。例えば想像力を養う粘土、従来の土や紙粘土でできたものに代わりシリコン粘土というのが人気なんです。ご存知ですか？こちらはですね、トースターや電子レンジで固めることができ、自分の作品をきれいに長く保つことができると人気なんです。それから iPad を利用したチーク玩具もあるんですよ。専用のキューブをタッチスクリーン上に置くと、パネル内の映像と連動し動物が現れたり、楽しくて脳を刺激する、そんな仕掛けがあるんですね。そうした中、おもちゃの世界に新たな概念を持ち込み注目されるサービスもあります。それがトイサブ。子供の年齢に合わせて国内海外から厳選した知育玩具を毎月定額で届けてくれるというキュレーションレンタルサービスです。使い終えたら返却するという新たな考え方が受け、広がりを見せているんです。今朝はトイサブを運営するトラーナコントロールズ合同会社広報竹山真希さんにお話を伺いました。子供は A をすると B になるというような答えが簡単に見つかる短絡的なおもちゃはすぐ飽きてしまいますが、自分の想像力次第で遊び方が何通りにもなるような奥の深い良質なおもちゃは夢中になって繰り返し遊ぶ傾向があると思います。ただこういったいわゆるチーク玩具のようなおもちゃというのは木製だったり外国製だったりで、比較的高価なものが多く、気軽に試せるお店というのも限られていますし、年齢によって興味も移り変わります。それなら価格、場所、成長という3つの課題を解決するサービスがあったら利用したい人たちがいるのではないかと考えて、このビジネスをスタートさせました。送ったおもちゃを気に入ったらそのまま購入していただいてもいいですし、まあ、気に入らなかったら送り返していただいて、また次のおもちゃを送るっていうような、そういうシステムですね。子供は奥深い良質なおもちゃは繰り返し遊ぶ傾向がある。お子さんそれぞれによってもね、適性といいますか、ああこの子はこれが好きなんだ、お絵かきが好きな子、それから粘土遊びが好きな子、それぞれいますもんね。集中力が高まるもの、そして
価格、場所、成長、この3つの課題を解決するものとして、こうやっておもちゃのレンタルサービス生まれてきてるわけですね。こうしたキュレーションレンタルサービスのブームの背景には、少子化によってお下がりの文化というのが消えつつある、そんな事情もあるようです。確かに、お兄ちゃんお姉ちゃんから、あるいはね、近所の子からお下がりをもらって楽しむ、これはこれでいい文化なんですけども、なかなかそうもいかない、そんな中で生まれてきました、このチーク玩具を含めたレンタルサービス。僕はあの、日本の昔ながらのあやとりとかね、おはじきとかお手玉とか、そういったものもぜひこういったレンタルサービスの中でも継承してほしいなと思ったりします。三菱地所東京ディクショナリー、今朝は